こいつ本当に高学歴かって思わせるのにぴったりな問題よ。むずいな。またいろいろ言われるんだろうな。そんなのを中学生に問うんだ。過去人と対決でいいですか。あ、全然いいですけど。あ、これ極戦だなと思います。ノーモアクライ。じゃあ次の問題に行こうと思います。はい。今度はいわゆる4択の穴埋め、ね、なるほどなるほど、わかりました。うん、しんどいですね。もう心打ち、もう心折れました。今なんかあの意外とできてないってことが分かったんで、まあ新しい発見でしたけど。いやでもなんか普通にプレベント A プロム ING とか知ってるんすかね、中学生って思っちゃいました。そうですね、やっぱ本当にむずいんですよ、うん、これ普通知らない。プレベントなんて単語僕高校生な気がするんですけど、習ったの大学入試と変わんないですもん。あ、そうですよね。はい、わかりました。じゃあいきます。はい、そうだ、ニュースタジアム。これは意味どうでもいいんやね、多分。むずいな。難しいな。またいろいろ言われるんだろうな。ちょっと待って、ちゃんと爪が甘い、爪が甘いぞ自分は。まあこれでしょうね。お、さあどうですか、自信は。ありません。なんか森立先生を今日呼んだこと後悔した、ね、本当に自分の英語のできなさに、まあでもいいことなんですけどね、できないことに気づくっていいことなんですけど、いいですか、はい、回答根拠 100% 持っていったのがまあ5分の5ではないですね。5分のいくつかはでも2ぐらいはまあ合ってるんだろうなと思いながら、なるほど、5分の3ぐらいはまあこれじゃないかなって、 70%80% って感じです。はい、なるほど。ぜひですね、天眼さんのチャンネルとのリアクションの対比を。いやいや、だってこれ文法問題間違える方が恥ずかしいですもん。なんかあの英作文とかできないとかよりも、はい、単純に知識ないと思われちゃうんで、まあまあまあ仕方ないですね。いいですよ、でも英語系 YouTuber じゃないですから。あ、はい、そうですね、はい、英語系 YouTuber がこういうのやられるともう最悪ですから。まあ最悪っすね。まあはい、わかりました。じゃあ行きましょう。はい、最初の1問目、 I saw the new stadium なんとか in the morning。 答えは、あ、これ悩みました。あ、何と悩みました。普通に A と悩みました。お、で、あにした理由は、その瞬間を見たのかなと思って。あ、なるほど、はい、朝に作られているところ、はいはい、スタジアムが建設されているところ、はい、正解です。はい、よかった。根拠もあってますね。さっきこれ意味関係ねえんだろうなって言って始めたじゃないですか。意味どうでもいいんや。あの、だから意味関係あった。そうなんですよ。はい、これ意味関係ありましたね。そうなんですよ、はい、そのまさにあと絵で悩んで、はい、で多分相当英語ができる人でも絵を選ぶと思います。まあそうなんですか、そんな、はい、なんか気使わなくて大丈夫ですよ。いやこれは本当ですか。あ、そうですか、本当にこれ灘受けた人の多分ほとんど多分間違ってると思うんですよ。まあそうなんですね。ここに being の受け身のある文なんてまず見ないんで、まあ、見たことないですね。 C の語文系じゃないですか、はい、大学入試でも出ないですもんこれは。まあ、O が C してるところを見たっていう。そうそうそう、はい、これだ、わざわざ in the morning とかってやって、はい、朝だから朝にスタジアムが、ね、できちゃうなんてことまずありえないでしょみたいなのを、わざわざスタジアムっていう単語にしたり、わざわざモーニングってつけたりして、もう足がダメだよって言ってるんですよこれね。2番目、 Smoking is not なんとか inside the office。 さあこれは、これ難しかったっす。あ、難しかった。でもいいかなと思いました。はい、 allowed なんでいいにしました。なんか許可されてるみたいな。そう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 、だから許可され、なんかルール的な許可というか、ルール的に OK、うん、NG みたいなのは洗うかなっていう。お、これスモーキングって結局、はいはい、オフィスの中のルールじゃないですか。はい、そうですね。フォーギブとかは、はい、なんか悪いことした時に謝るみたいな感じの許す、はいはい、そうそうそう、なんで、はい、洗うの許すと多分ニュアンスが違うってなったっていうので E にしました。正解です。よっしゃ、よかった。正解です。今日ね、この大阪来てチェックインして、もうすぐにホテルにも書いてありました、これスモーキングですな、洗うって言って。あー、はい、そうですよね。だからそれ見たことあった気もしたんですよ。やりました、2問連続正解です。いや、でかいです。これ洗うは結構正解かなと思いました、ね、自信あったです、ね、それなりに自信ありました、はい、次自信ないです。 Nor なんとか student in the class is better than Kate ですね。さあこれが選んだのが A の other no other student、はい、意味は大丈夫ですか。 Kate が一番賢い、そうですね、ってことです、はい、Kate より賢い人がこのクラスに誰もいない、はい、みたいな意味なんで、うん、No other、正解です。はい、おー、よし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 。アナザーとかは、はい、この局面ではもう一つのみたいな意味じゃないですかね。ノー、ね、はい、と一緒に使わないですね。ノーアナザーとかって普通に使えないんで、モアも違うなと思って、はいはい、一人とその他みたいな時は、うん、アザーかなっていう。
お、正解、大丈夫です。それでノーモアだとね、2つモアとベターでね、比較級2つになっちゃうんでね。ノーモアって見た瞬間に、あ、これ極戦だなと思いましたけど。ノーモアくらい。ありがとうございます。いつ、だいぶ前ですね。僕中学生とか小学生とかじゃないですかね、はい、クソ流行ってましたよ。ノーモアクライとめちゃくちゃな英語っていうのでね。あ、そうなんですね。そうです。ノーモアの後ろになんでクライって動詞がつくの、まあ、それは練習でとしても変だな。歌詞に対してマジレスする悪い癖出ちゃってますよね。そんなこと言ったらなんかあるんじゃないですか、ね、文法的におかしいとか。それやってくださいよ。いっぱいあると思いますね、はい、マイケル・ジャクソンのこの曲文法おかしいとかやってほしい。それネイティブの次が、あ、次は悩んでたやつですね。次悩みました。この前置詞どれだっけなって思ったんですけど、はい、How long has this rainy season been going on? これ意味は？なんか降り続く、続くみたいな、はい、意味で、Go on ing とかで、うんうん、なんか何々が続いてるみたいなのがあった気がしたんで、はい、続くみたいな時は on かなという。正解です。よし。これ当たったの大きい。全問正解ですよ。ここまでは、はい、はい、よかったです。ケアレスミスがないかどうか確認しました、はい、そしていよいよ最後、いやらしい問題ですね、こういうの。そうですね、こういうのいやらしい問題です。 Clearly this is なんとか I hate it 嫌いだって言ってますが、はい、選んだのは It the most bored book ever written は不正解です。いいですか。E boring book ever written が正解です。やっぱそうか、くそー、正解ですね。あ、やっぱそうか。いや、ボアがね、はい、退屈させるって動詞は分かってたから、はいはいはい、それは分かってたけど、そっか。 The bored book だったら退屈させられた本になっちゃいますね。あ、本が退屈させるから、そうです、させる側は boring ですね。あ、そうです、 boring book です、ね、だから I'm bored ですね。あ、I'm bored ですね、はい、I'm bored。 The movie is boring、 The book is boring、 なんで boring bookで、ever written、 これは書かれた本なので、うん、っていうところです。あー、惜しかったですね。1問またやってしまいました。大門さんとはただ逆にはなりましたね。まあ、確かに丸×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 ぴったりな問題をぴったりな問題を用意されてるなと思いました。でもちょっと本当にやっぱね、過信ってあるんですね。正直解けると思ってたのもあるんですよ、はいはいはい、ちょっとどこかでやっぱりそれでも間違えちゃうんで、やっぱり改めてね、もう一度ちゃんと丁寧に勉強し直すって大事だなって思いました。本当にただって難しいんですよ。難しいです、本当に。僕の友達ナダ言ってた人いましたけど、はい、すごかったんだなって思いました。これ中学生で解いてたんだろう。そうなんですよ、本当にこれ、まあ、マジですごいと思います。アラウとフォーギブの、はい、そもそも聞いたことなかったですからね、僕中学生の時、ね、はい、普通そうですよ。なんで、はい、こういう問題なんですよ、ナダっていうのは。いや、すごい。これ以上ですか。はい、まあ、はい、この後に作文編をやってもいやもうちょっとあの確かにあるんですね、はい、あ、こう、あ、ちゃんとあるんですね。あ、ここから出たんですね、さっきのあのザ・ナンバー・オブ。なるほど、はい、そんなのを中学生に問うんだって いやすごいと思いました、本当に。ぜひじゃあ天賀さんもこれからいろんなシリーズ化していっぱいやっていくんですか。あ、じゃあぜひお願いします。あのマジであの英語は結構課題なんですよね。あの、ま、昔からの課題でできないことが多かったんで、じゃあなんかちょっと改めてなんか忘れてきた感があるんですよ。学生時代置いてきた感があるんですよ、英語の学力を。なんかそこまで高めきれずに終わっちゃったみたいなところがあるんで、今になってやっぱ思います。じゃあ知識あるってかっこいいじゃないですか。はい、そうですね、だからそういう英語とかもね、知識つけたらかっこいいなと思うんで、ちょっと頑張りたいなと思いました。じゃあ次回は過去チンと対決でいいですか。あ、全然いいですけど本当に僕はいいですよ。口が嫌がるんじゃないですかね、そのガチの勝てるわけないとか言って、例えば。はい、全然でも分かんないですけど、今さんがこれからねハマってトイック受けたりとかするかもしれないです。まあそれはちょっとすごいことですよ。僕トイックもう結構二度と受けたくないってぐらい疲れた記憶あるんですよね。5年前ぐらいに受けた時よりも大変になってます。あ、難しくなってます。難しくなってます。あ、そうなんですね。僕あの時でも結構大変やった記憶があるんですよね。難しくなって非常に面倒くさくなっておりますんで。ああ、そうなんですね。じゃあこう変わるんだ、トーイックも。なんかリスニングが長かったなっていう記憶だけです。あ、そうですね。リーディング75分でもっと長いですか。いやでもなんかリスニングってめちゃくちゃ集中力使う。そうですね。リスニングってどうやって鍛えてるんですか、皆さん。いろんなコツだったりはあるんですね。あるんですね、はい。まあまあまあ、これからいろいろやっていくかもしれないし。わかりました。ちょっと次回じゃあちょっとリスニングの企画もやりましょう、はい、あ、いいですね。そう、なんかそれで僕が聞き取れてるのかみたいな。いいですよ。あの途中にフランス語混ぜなくていやいや、そうなんです。鼻伝に寄せなくて大丈夫。それ鼻伝の企画なんですよ。鼻を伝が知らない子もいるかもしれないですこのチャンネルだと知らない方もいるかもしれないですけどね。じゃあ今日はお邪魔しました、本当に。いやいや、とんでもないです、はい、これからぜひ関さん
全部ポイント受けて対決してもらってもいい。いやでも対決の内容がもう重たすぎる。結果発表しかできないですよ。ただ解いてるとこ出せないんで。ヘテンガさんの本でも僕のコラボとかできますんで、ぜひ見てよろしくお願いします。僕の方も見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。